こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。購入したのはヒゲ剃りの消耗品です。まずは Amazon から購入したのはこれ、感謝をずっと笑顔をもっと、20周年だそうです。 Amazon Japan、最初に開けるのが多分、洗浄液、ずっとブラウンの、シェーバーを使ってまして、で歯を、清潔に保つためにアルコールの洗浄剤っていうのが、洗浄システムっていうのがありまして、それ用のカートリッジです。はい、こちら5個入りですね。お値段はこれはアマゾンか、3374円、6個で3374円、結構お安いかな。もう一つは、これも同じ、ブラウンシェーバーの消耗品で、これは、歯のセット、これですね。このブラウン、私が持っているこのブラウンの750cc の6って書いてるんですけども、これは、内歯と外歯が一体化してる、タイプですね。ものによっては内歯と外歯と分かれてて、おのおの、例えば1年とか半年とかで、交換するっていうタイプだと思うんですけども、これは内歯と外歯がこう一体してるんですかね、一体化してるやつで、交換するときには一緒にこんな形で、交換をするというタイプですね。前回は、いつ交換したかっていうと2018年の1月で、18ヶ月ごとに交換してくださいねとなってて、本当は、去年の7月に交換しなきゃいけないんですけども、いけなかったんですけども、ちょっと なんでか分かんないですけど忘れちゃってたんですね。はい、なんでちょっとまた今回も裏に次の、交換時期をちょっと書いておかないとまずいのかなと思ってます。ですね、今回お安かったんですけども、なんか並行輸入品だったみたいですね。こっちは多分日本の正規品ですね。でこっちはその並行輸入品なんでちょっとお安いのかなと。片目は同じのはずなんですけども、 70S の 3Z っていうことで買いました。同じかな、同じですね。こっち片目ちゃんと書いてないんだよね、なんでだろう。でも18ヶ月ではなってますよね。 70S ってなってるな、こっちの。はい、ちなみにカセットっていうか、これ洗浄剤ちょっと開けてみましょうか。こういうカセットですよね。ここ開けるんですね。これ穴が2つあるんですけども、ここを、今3つされてるんですけども、これを開けて、先ほどの、本当はこのシェーバーそのものを買い替えればよかったんですけども、ちょっと
私貧乏症でなかなかですね壊れないと特に家電製品って買い替えないタイプの 人っていうかそういう感じなんで、これもね壊れてはいないんですよね。ちょっと厳しいところはあるんですけど、例えばこれ首振り機構があるんですけども、本当はここロックって書いてて、こっちにずらすとロックがかかる。これがですねこうカチッとこう首振りっていうかこう止まるんですけども、このロック機構がまず壊れちゃいました。まあ、ただそれでも一応ひげ剃り機能は特に問題ないんで使ってますと。あとはこの際剃りっていうんですかね、ここ際剃りなんですけど、これがこうきちっとこうなんだろう戻んなくなったっていうかね、こんな感じで、まあ、これもここの機能っていうか際剃りの機能は使えてるんで、まあ、とりあえずこれ買えばは、いくらだっけ、これをヤフーのショップで3900円ですね。買えばの方はなんで、とりあえずはしばらくこれで使っていこうかなと。ちょっと長くなりましたけども、今回はブラウンの、シリーズ7のシェーバー、洗浄剤と、内場外場の商品の開封でした。以上です。